この中で抱くなら誰がいいっていう質問が視聴者さんからあったんですけれども、それに対してアンジュさんがこの中だったら歌子お姉さんって言ってくれて、まさかのちょっとその時からアンジュさんのことをねちょっと変な目で見るようになってしまって、まあ元から結構あと歌子お姉さんマロ雑談いいかもね。歌子お姉さんと私仲良くなりたいな。なんか気になる声帯が、声帯が気になる、なんだろう。まあでも多分、でもね、あああってなっちゃいそうなんだけどね、二人集まったら。なんか、なんか歌子お姉さんと二人で話すのを好きレフに見守っててもらえたらいいのかもしれない。でもそれって何なんて感じだから多分ないですね。なんか仲良くなってみたいなって思う。なんか暇な時とか声かけられるような関係になったら結構嬉しいなって思うわ。そういう人はでも歌子お姉さんだな。なんか仲良くなりたいなって、なんかアンジュさん今暇ですか、なんか一緒に作業ツアーでもしませんかとか言われるようになったらだいぶなんか嬉しいな。なんか歌子お姉さんに懐かれたいって言えばいい。なんかわかる、手なずけたいな、珍獣。いやそんな風には思ってないんだけど、そう、うん、て懐かれたい、なんだろう、暇だな、アンジュさんと話したいなって思われるくらいに なりたい。なんて言ったらいいかわかんないんだけどさ。わかる、その感じ。なんかそこのポジションの一人に入れたらすごく嬉しいなって思う。今のさっきの誰とっていう、クレアさんの他は誰とっていう回答のナンバーワンは歌子お姉さんですね、うん、ちなみになんじゃけどさ、みんなアヘ顔できるの？私できないですね。え、やってアンジュ、アンジュ、いや本当にできないんですよ。なんか頑張ってみて。ピースはしたい、そうして。だって今私なんかただのアホ面なんだけど。イエーイ。そうできないんですよ。いい、逆に目閉じて、目閉じパターンのアヘ顔は、うん、めっちゃ笑顔、薄めで。え、アヘ顔も。薄めで笑顔。え、ああ。平子っぽい感じ。可愛い可愛い。できない。本当にできないんですよ。赤面さえすれば。あんまりエロい顔はさせられないようになってんのか。うたこしてみてね。アヘ顔、うたこ似合いそう、アヘ顔。ちょっとそれどう、いや褒めてないだろそれは。えほらアヘ顔ダブルピース。あでもあかわいい、あかわいい、からぐらいかな、かわいい、できてからぐらいかな。ピースはピースピース、あなんか手がねちょっと安定しないんだよね。あれ手どっか行ったな。じゃあ代わりにアンジュが片手やってあげるから。ちょっとそうやって、こうだ、逆逆逆逆、じゃあこっちはできない、こうか、これでいいか、これでいいか、これでいいか、ずっと2人で写真撮ってるみたいになっちゃう。はい、カップルかよお前ら、いちゃちゃやがって。ただのこの感じになっちゃう。アンジュさんと近づいちゃった、めちゃくちゃ近づいてきた今。え、そういう感じ、被害受ける感じ、めちゃくちゃ近づいてきたって、なんか喜んでるってことね、喜んでるって。あ、来てしまったの方ね。なんか嫌そうだったね。被害の方が、違う違う、最近なんかこっち来たんだけど、最近うたん来てるからな。うたん来てない、うたん来てる、本当に本人たちが分かんない以上来てないんですよ。え、ワロワの中で来てるからな。え、私の中で来てるからな。え、やだ、ちょっと そんな、なんか急に意識しちゃうじゃん、そんなこと言って。え、ってかなんか2人の距離近くない？なんか、なんか近くなーい？気のせいですよ。もしかして、あー重なってる、セックスだ、セックスだ。やばい、いや、いい、いい、歌子お姉さん、全年齢のなんかないんすか？なんで今、流したの？待って、歌子が全年齢とか読むことあるん？ちなみにさ、自慢していい？ミレイとお風呂入ったよ。はい、え、お風呂入りに行ったの？お風呂、いや、まあ、まあ、お風呂に入ったから。泊まりではなかったよね。まあ、確かに。ガチで、まあ、休憩じゃん。どういう歌もやれよ、おい、歌の二人もやれよ。ちょっとうちらピュアだからそういうのは、そう、いきなりそんな無理っすよね。なんか二人でラブホで興味深くいろいろ見て帰っていきそう。あれ、X しろ。いやでもさ、多分だけどさ、歌子とアンジュで二人でさ、ホテル行ってさ、観察して帰ってこようってなったとしてもさ、うん、歌子はふーん、うん、あ、こここうなってるんだ、ふーんってなるけど、アンジュ、あ、この、
でちょっと意識したまま帰りそう。え、それはさ、歌子がちょっと近づいてきた時とか、あってちょっと期待してそう。いや、もうガやめて、そんなことないよ、別に。いや、でもなんか、あ、これってってはちょっとずっと考えてると思う。うわー、いや、エロいっていうか、これはどっちだっていうのを終始考えてると思う。どっち？どっちってどういうこと？ちゃんと可能性を考えるってことだね。あ、やっぱ歌もあるんですね。ない。え、そういうこと？え、ちょっと、やばい、ピュアだから全然理解できなかった。かわいい。ちゃんと抱いてほしいって言わないと伝わんないよ、歌子にはいいの？いや、そういうことじゃない。才能なんだ。あ、そういうこと？え、歌あんってこと？歌あんって今？今来たんすか、それ。遅くない？あの、ごめん、今か。ちょっと私の中ではあん歌だったんだけど。いや、そうじゃないですよ、こんな話なんだ。歌子は抱かれたいんだもんね。前後の話してたんだ。アンジュさんのことを、あの、そういう目で、あの、どっちかっていうと、そのかっこいいなとか、うん、そういう目で見てたから、あん歌だ、あん歌かな、うん。え、でも抱けるの、アンジュは、歌子。だからヘタレ攻めの可能性を捨てるな。いや、本にいるところでやめません。やめませんか。まあでも歌うんかあう歌ならあう歌じゃないですか。やったっていいのかな。やば。悩みどころじゃねえ。なんか珍しく左側に行きたくなる気がする。それはアンジュが抱きたいからでは。抱きたいの。え、ちょっと恥ずかしくなってきたな。というわけでね、先生どこ行ったんですか。というわけで、いや、まあ温泉ですかね、やっぱりね。あ、そんな温泉すごいな。はい、あとみんなの断層も見たいな。あ、うん、あの、アンジュさんの断層を見たいって言おうとした、まさに。あ、見たい、それは。うん、あの、あれなんかさ、リュウシェン君とさ歌ってたやつすごい良かった。はいはいはい、あの、あれマジかっこよかったっすよね。ね、そう、うん、もうイラストもかっこよかったし、もう歌もめっちゃかっこよかった。素晴らしい。うん、いけ。ありがとうございます。で、まあ、まずね、あの、最初にこれ始める前に、私自身が、同性にドキッとしたエピソードを最初に語らせていただきますと、まあ、あとは、まあ、V 活動で言ったらね、まあ、最近玉木くんのところで SK ウェブのコラボをやらせていただきまして、で、この中で抱くなら誰がいいっていう質問が視聴者さんからあったんですけれども、それに対してアンジュさんが、この中だったら歌子お姉さんって言ってくれて、まさかの。ちょっとその時からアンジュさんのことをね、ちょっと変な目で見るようになってしまって、まあ元から結構アンジュさんのことを、まあ、かっこいいイケボ女子みたいな感じで見てたところもあって、まあ中身はね、結構乙女なところもあるんだけど、その歌ってみたとかで、ちょっと結構聞いてるとメスになっちゃうみたいな感じで思ってたんでね、あのロメオとかね、リュウシェン君と歌ってた、あとヴァンパイアとか聞いてて、あー、メスになるみたいな感じのところにそれだったんで、ちょっとね、最近はドキドキドギマギしてしまっています。はい、まあ、そんな話がありつつ。